フーラフーララフランスニョッキーみなさんこんにちはノーザこと野ー美里です今週も始まりました水曜のニョッキーこの番組ではオリコーンのシングルランキングにニョキニョキと登場した曲をミュージックビデオとともに紹介しちゃいますさてノーザは明日から違う今日からパリに行ってきますよ エッフオニオンーはいでは早速ランキングを紹介したいと思います今週の10位から7位はニョキニョキ今週の10位から7位はこんな感じです今週の第10位は「キートークパラレル」第9位は「堀江ユ衣ザワールズエンド」第8位は「AKB48 前しか向かねえ」 そして第7位は青山セインとハチャメチャハイスクールスターティングオーバーでしたさあここで突然ですが今週の「注目ニョッキー」今週はなんと「注目ニョッキー」が2つありますまずは1つ目です3月19日にニューアルバム「パワー・オブ・ウィンド」をリリースした普段塾に注目ニョッキー 今回は私、ノーザが普段塾さんにインタビューととあるゲームをしてきましたよ。その模様をどうぞ。